イスラエルとヒズボラの戦闘が激化するレバノンから日本人を退避させるために現地に向かった自衛隊の輸送機が、11人の日本人を乗せてヨルダンの首都アンマンに到着しました。また、輸送機には外国籍の家族1人とフランス人4人が搭乗したということです。外務省によりますと、レバノンには大使館関係者をはじめ、およそ50人の日本人が滞在していました。